た状態みたいなのがあるわけですね。そこで直面した時に彼らがどう実践的に立ち向かったかっていう話を今日はプレゼンしてくれるということで、もう全然コード4の活動も今まで全然参加したことない、突然サミットに押し込むという、まあ、すごい勇気があることをして、一体誰なんだろうって、みんなこの受け手の側はみんなびっくりしてたっていうんですけど、実は私の友達でしたみたいな話だったということでですね、池内さんが勇気を持ってセッションをスタートさせていただけることになりました。ということで、これからはですね、セッションチェアの池内さんにこの座の進行をお任せしたいと思いますが、皆さん拍手でお迎えください。池内さんです。ご紹介ありがとうございました。まず私自己紹介からさせていただきたいと思います。横浜市の緑区のところに、住んでおります。娘が2人おりまして、中学校1年生と、小学校4年生の娘が2人おります。で、その娘の小学校、公立の学校ですけれども、そちらで、PTA 会長を、4年勤めて、初めて4年目に当たります。今年で、終わりにしようと心に決めて、早3年という感じなんですけど、なかなか公認が見つからないというのが、正直なところです。で、今白川さんからいろいろお話があったと思うんですけれども、私自身の本業は政府系の研究機関の、研究員、失礼します、政府系の研究機関の研究員をしております。今は経済産業省の経済産業研究所というところで研究をしておりまして、専門分野は経済学になります。で、その中でデータ分析とかいろいろやってるんですけれども、 PTA という現場に入っていろいろ問題に直面しました。で、いろいろな活動をしてきたんですけれども、その中で一番感じたのは、もっとこうテクノロジーを使ったらみんな幸せになるんじゃないかということを感じたということで、白川さんのメッセンジャーでそんな話をしているときに Code for Japan というものの取り組みを、伺って、今度サミットあるよという情報を聞いて、酔っ払った勢いでエントリーしてみたら通してもらえたというようなことでここに立っております。で、このセッションの進め方としては、こういう形で進めようかなと思っています。まず、私を含めて登壇者の方、今、中村さんから、林さん、鈴木さんと、私含めて4人いますけれども、それぞれ、自己紹介と、それから、PTA の現状、ここにいらっしゃる方、PTA そもそもどういうものなんだろうということをご存じない方も多いと思いますので、PTA の現状と課題とその、可能性についてお話しいただいて、あとはその ICT 活用への、期待とか、その経験談なんかをお話しいただければと思っています。で、このセッションの、最終的な、ゴール、私自身の 目標としては、Code for PTA というものの、立ち上げ活動の開始に何かきっかけになればいいなというふうに思っています。Code for PTA のミッションとか取り組むべき活動の具体的なアイディアとか、それから進め方に、私自身 Code for なんたらというのは参加したことがないので、Code for PTA というのを始めるとしたらこんなやり方がいいんじゃないかというような進め方について、専門的な、皆さんからアドバイスをいただければありがたいというふうに思っております。で、まず私の方からは、残りの時間で PTA とはじゃあ何かというところについてちょっと概要をお話しさせていただきます。まず、PTA というとは何かといったときに、皆さん、世間一般的にはあまり内情知らない方からすると、誤解があるんじゃないかなというふうに思います。例えば、PTA と聞いたときに教育ママの集まりなんじゃないかみたいな、そういったイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけれども、昔はそうだったのかもしれないんですけれども、私の知る限り、そういう、状況にはない感じです。 PTA に関わっている人がみんな教育熱心かというと、そういうわけではなくて、むしろ教育熱心なお母さんは
PTA にはなるべく関わらないようにして、そのまま浮いた資源できちんとパートをして、働いて、そのお金を塾に突っ込むというようなあのことで、あの効率的に教育を進めるという形になっているんじゃないかなというふうに思います。なので PTA に関わっている人たちというのは、まあ、どちらかというと、まあ、なんかあのボランティア精神が高いとか、あの人のために役に立ちたいというような方が、一生懸命やってくれているという状況かなというふうに思います。あとは学校のためとか先生のためというの組織ということもあの思いがちなんですけれども、まあ、実はあのよくよく考えてみるとそうじゃない。特に公立の小学校ですので、税金で運営されているわけですので、納税者は我々保護者なわけですね。で学校の先生はその、どちらかというとプリンシパルエージェントで言うと、プリンシパルは保護者、エージェントは、先生というそういう立場なわけですので、先生のために保護者が奉仕をするというのは本来考えてみると全然逆のなんですけれども、実態で言うと、まあ、先生のために何かしてあげるというようなことになってしまっているというような状況になっています。あとは子どものためのやっぱり組織なのかというのも ありまして、私自身が思うのは半分正解、半分はやっぱり自分のため、関わることによって何かを得るというのが、保護者自身が何かを得るというのが PTA の、実態なんじゃないかなというふうに思います。であとは、PTA とは何かということですけれども、まず構成員は、会員と呼ばれますが、学校に在籍する児童の保護者及び、まあ、教職員ということで、お母さんお父さんとそれから先生というのが会員になります。で目的は、子どもたちの健やかな成長で、それから重要なポイントとしては、入退会自由の任意団体であるということになります。で主な活動としては、安全安心とか子どもの学校生活を、まあ、より豊かにする、あるいは家庭とか地域の教育力を、まあ、充実させると、でそれから、外部組織との連携協力を、まあ、促進するというような、そういった役割が規約に書いてあります。これを目指して行うのが PTA だということです。であとは PTA って結構あのどこの統計にも買ってこないんですけれども、結構な経済圏を持っていまして、人でいうと PTA の会員数は全国で、まあ、私の推計ですけど850万人で、一つ一つの学校の予算規模はだいたい会費が4000ぐらいで、世帯数がかかりますので、各学年3クラスのぐらいの平均的な小学校だと毎年約200万円の会費を回しているとで、それを全部合わせると推定の市場規模としては300億円ぐらいになると。でここには、各活動に関わってくれている人たちの労働力の機械費用は入っていませんので、まあ、それも含めると、まあ、1000億円以上の規模になっているというような状況です。あとは PTA 役員の業務内容ですけれども、まあ、定例会やったりとか、定例会のための資料の準備をしたりとか、あるいは配布資料の作成をして学校の先生にチェックしてもらって、それを修正して印刷して製本してクラスごとに分けてみたいなあのことが結構大変です。あとは学校行事のお手伝いを頼むときのサポーターという形で募集かけるんですけども、その募集のお手紙を準備したりとか、集まった人たちを、まあ、集計して割り当てたりとか割り振ったりとかですね、まあ、そういう、業務があります。あとは学校だけではなくて地域行事にも、PTA の役員は借り出されるというか、あの依頼が来ます。で、まあ、行事お祭りとかですね、そういうことだけじゃなくて、まあ、その後の反省会の懇親会とかそういうのにも、まあ、お呼びがかかると。で、まあ、それがあの結構負担になったりする。あとはあの一つの学校だけじゃなくて区の単位とか市の単位とか全国の単位で、PTA の連絡協議会というのがありますので、そこの行事の手伝いとか、参加してくださいというような動員がかかったりします。あとはあの学校の中でのパトロールとか、あとは講演会などの啓発活動を企画運営するというようなこと、あとはあの会長ならではなんですけれども、入学式とか運動会とか卒業式で、子どもたちの前で、挨拶をするスピーチをするという、のがあります。
あと一番大事なのが、まあ、公認探しも、まあ、自分たちでやらなければいけないというそういったのが、かなりこう、まあ、負担が大きいと。で、役員の負担感の、まあ、大きなポイントとしては、地域との付き合いがめんどくさいと。あとはクレーム対応、まあ、クレーム対応も結構地域から来ることが多いんですけれども、そこに対して、まあ、対応する必要もないんですけれども、それを聞くのもなんか精神的につらいというようなものがあります。あとは、そもそも面倒くさい、先ほど見ていただいたようにいろんな業務がありますので、面倒くさいし、まあ、かつ見返りもないというので、あるいはそもそもなんか前例踏襲でやってるようなことばっかりなので意義も感じられない、なんか大変なだけで取ろう感があるというようなことで、ただじゃあ全部なくなっちゃっていいのかっていうと、まあ、みんなそういうふうにはあまり思ってなくて、まあ、誰かがやってくれればいいだろうと、自分はそういう損したくないということで、まあ、フリーライダーの問題というのが一番大きいかなというふうに思っています。あとは個人的なことですけれども、 PTA 会長になってよかったこととしては、一番大きいのは大人になったなというふうに自分が感じた、ことです。特にですね、その小中学生に向けて何か話をするという経験というのは私自身は全然なかった、それまではなかったんですけれども、小中学生に何を、入学式で幼稚園から上がってきた1年生に何話したらいいかとか、まあ、そういうことを日々考えて生活をするようになったというのは一つ一番自分自身がなんかこう大人になったなという成長を実感できたというのが一番大きくて、まあ、それに付随してですけれども、視点が変わったというところが大きいと。昨日も運動会だったんですけれども、 PTA やる前は自分の子供しかいてなかったんですね。基本的にはなんか演技してたらサボってなんかうまくいってないなとか、そういうこう荒探しっていう感じですね。そういうのを見てたんですけれども、 PTA 会長として見ると運動会の後に挨拶しなきゃいけないので、俯瞰的に行事を見るようになった。そうすると去年と比べてここが良かったなとか、そもそも天気が良くてみんな熱中症にもならなくてよかったなとか、まあ、そういうこう俯瞰的に物事を見られるようになるというところは大きいかなと。そういう意味でいろいろな面で、個人的な成長を、まあ、感じられるというのが一番大きいかなと思います。あとは、PTA のじゃあイノベーションの、まあ、阻害要因というところですけれども、いろいろありますが、まあ、一番大きいのはコミットメントが、まあ、足りないと。誰もこう、まあ、何か変えた方がいいなってみんな思ってるんですけれども、じゃあ自分がそれを率先して、変えていくということを、まあ、するような仕組みになってないと。みんなこう1年2期でこう基本的には変わってきますので、やろうと思っても中途半端に終わっちゃうと。だったらやらなきゃ、全然投手でいいんじゃないかというような形になっているのが一番大きいかなというふうに思います。あとは PTA の今後の方向性として私が思っているのは、このまま行くとなくなっちゃうというふうに思うんですけれども、まあ、変わるとしたら、一つはその所有と、まあ、経営を分離すると、まあ、会費を払っている会員は所有者なんですけれども、まあ、それと、経営する人たちっていうのは、まあ、専門化していって、まあ、例えば法人化するとか、まあ、そういったところが必要になってくるかなと。あとはミッションを、まあ、その上でですね、ミッションを再定義して、まあ、学校と教育委員会と、まあ、どう出負けしていくのかということを、まあ、考えていく、必要があるかなというふうに思っています。あとは Code for Japan ということで、こういうツールがあったらいいなというのが主に2つありまして、1つは生産性向上のためのグループウェア、もう1つは、各自の、まあ、ボランティアというか、サポーターというか、そういう人たちの、まあ、善意に基づく行動によって PTA って成り立ってるんですけれども、そういった貢献を何らかこう見える化して、ちゃんとこうインセンティブを高めてられるような、そういったこう報酬システムみたいなものが、例えばなんかブロックチェーンみたいな技術を活用してできたりすると、みんなが、やってよかったなというふうに、まあ、思えるような、仕組みができるんじゃないかなというふうになイメージを今持っている状況です。すみません、ちょっと長くなりましたけど、以上になります。では、続きまして
中村さんの方から。こんにちは、中村ひとみと申します。私は大学1年生の男の子と小学5年生の男の子2人のお母さんでありまして、現役の PTA 会長の2年目をやっております。PTA 会長をやるなんて夢にも思わなかったんですけども、まあ、自分を奮い立たせるためにうちの学校の家庭数っていうのは大体500あるんですけど、500の家庭数の中でお父さんお母さんっているんですけど、大体1000人ぐらいの中で私が会長をやってくれって頼まれたんだなっていうふうに自分を奮い立たせるために思ってるんです。1000分の1の確率に選ばれたんじゃん、頑張ろうって思ったりとか、死ぬまでの間に PTA 会長をやらないで死んでいく人の方が多いじゃんとか思って自分は今頑張っています。そんなふうに考えてやってたらだんだん楽しくなってきたので、今すごく楽しくやらせてもらってるんですけど、その PTA 会長今2年目なんですけど、その前は副会長をやってましたので、会長にはさっと移れました。さらにその前にですね、会計監査をやってまして、 PTA の本部の経験としては4年目になるんですけど、その会計監査のなんで会計監査になったかというと、別に自分で移行したわけじゃなくて誰かが推薦したんですよね。誰が推薦したのか未だに分からないんですけど、誰かがとにかく推薦したので私が本部に入ることになりました。で、その推薦された紙とか立候補された紙とかを開ける人たちが推薦委員って言われると謎の集団なんですけど、これたったの 5,6 人のチームで、その人たちだけしかその誰が立候補しているのか誰が推薦しているのかっていうのは分からないんですよ。で、その5、6人が見て、あ、この人はいいとかこの人は悪いとか、そこでジャッジして来年の役員が決まるんです。で、私たちはじゃあやってくださいって言われまして、やりますって言うんですけど、だいたい誰がいるのか、どんな人と一緒に1年間やるのかは何も分かんないまんま告示が出て、あ、この人がいるんだ、あ、この人一緒だったんだってなるわけなんです。だいたい私みたいな主婦が多いので、このわ、あの人一緒なんだどうしようとか、あの人嫌だなとか絶対あるんですよ。だから本当だったら誰々さんいるから一緒にやらないとか、私も来年やるから一緒にやろうよみたいな感じで次の1年間のチームのメンバーが決まるのがいいんじゃないかなって思うんですけど、それで閉鎖された空間なんですね。で、これを私はなんとか変えたいなと思ってまして、私今2年目ですけど、来年子供が6年生になるので来年もやろうと思ってます。で、まだちょっと規約が変わってないのでこの閉鎖された空間のままやらなきゃいけないんですけど、この後ですね、私来年会長やるから一緒にやろうよみたいな感じの流れに持っていきたいなっていうふうに実は思っています。それからですね、まあ、今ごめんなさい、さっき言うの忘れちゃったんですけど、私 主婦枠として呼ばれてると思ってるんで難しい話はできませんけど、ちょっと主婦のつぶやきだと思って聞いてください。で、次にね、3本の矢の問題っていうのがあるんですけど、この矢っていうのは、まあ、1本の矢だったら折れちゃうけど3本の矢だったら折れませんっていう、その矢じゃなくて、やらされている強制感の矢っていうのと、やらないといけないっていう義務感の矢でいうと、やってない人もいるじゃんっていう、その不公平感の矢の、この3本で3本の矢っていうんですね。まあ、PTA やってる人は知ってるかな、知らない、知ってて、はい、で、これが全部反対になったらいいと思うんですよ。やらされてるっていう感じじゃなくて、自分たちで主体的になってやってる、今年はこういうことをやろうってみんなで決めてやってるっていう感じになったらいいと思うし、やらないといけないっていうわけじゃなくて、なんかやってる方が絶対楽しいから、もっとやりたいなっていう雰囲気にしていきたいなと思ってます。それとやってない人もいるじゃんっていう不公平っていうよりも、私もやりたいっていうような、そういった組織に変えていかなきゃいけないなって思っていて、これを全部ね反対にしたいなっていうふうに思っていて今頑張ってるんですけど、今年入ってきた新しい PTA の人が、中村さん、私 PTA 入ってよかったです、楽しいですって言ってくれて、ちょっとずつ流れが変わってきてるんじゃないかなんて思いまして、PTA 会長やってよかったなって今思っています。それからですね、私の夫が外資系の人事の担当なんですけど、 PTA 会長ってすごいスキルだと思うよ、俺雇いたいよそういう人って言ってたんです。なので今小学校の PTA の
PT では小学校のお母さんは子供が中学校になると仕事を始めたりとかそういう人が増えてくると思うんですけど、あの PTA 会長やってたとか PTA の副会長やってたとかいう人、なんかこう優先的に、まあ、結構なリーダーシップだと思うので、あのそれ企業の方から見ても PTA 会長やってたんだ、ぜひうちにおいでよとか、そんな流れになったらいいかなと思ってて、そんな流れになれば私 PTA やろうかな、中学生になった時に私も仕事復帰したいからなんて思ったらいいんじゃないかななんて思ってまして、そういった風に私を誰か雇っていただけたら私発信でですね、 PTA 会長をやっていてこんなところに就職できましたみたいな感じでモデルケースになったらいいかななんて思ってますという主婦のつぶやきでございました。以上です、ありがとうございます。ありがとうございました。次は鈴木さんの方からお願いします。皆さん、はじめまして、鈴木と申します。今日はですね、池内さんのセッションのお話できることを嬉しく思っております。で、まず最初に簡単に自己紹介なんですけども、同じ横浜市在住で、家族としては、妻とあと娘、14歳の娘ですね、と、6歳の息子がいます。で、PTA との関わりとしては、娘が今中2なんですけども、ちょうど娘が5年生6年生の時に、小学校の PTA 会長を2年間やらせていただきました。で、その間何がしたかっていうと、池内さんみたいにたくさん実績はなくてあんまり寂しいんですけども、挙げるとしたら、一つは個人情報保護法の改正施行というのがちょうどタイミングとしてありましたので、それまで PTA というのは個人情報保護法の対象ではなかったんですけども、新たになったことで、その対応を、やりましたと。で、それからあとは会長の間で の、連絡協議会とかいろいろな名前でその PTA の間の組織があるんですけども、そこで毎回何十枚の紙を印刷して、配布するというのを、慣例的にやってたんですけども、それを、ペーパーレス化したりとかっていうところをやってきました。で、すいません、で会社は、IT 系 の、企業に勤務しているサラリーマンですね。なのでサラリーマン会長として、できる限りのことはやったということです。で、今日簡単にその自分 の、 立場をお話しようと思ったんですけど、PTA って今いろんなメディアで結構やっぱり批判的な記事とか出てきますよね。で、やっぱそういった記事がいろんないいねを集めやすかったりして、それで取り上げられたら、やっぱりみんながこう見てるものだと思うんです。で、いろんな課題があるので全部話せないんですけど、一番何が問題なのかなって、私が重要だと思うのは保護者と教職員、PTA は保護者と教職員の集まりなので、そこが多様化してるっていうことがあるんじゃないかと。で、多様化、例えばその保護、昔はお父さんお母さんと言っていたものが今保護者って言いますね。だつまり保護者イコール必ずしも両親ではない、おじいちゃんおばあちゃんが PTA をやっていたっていいわけですし、生徒にとっての保護者であればいいわけです。で、そういったことがあったりとか、働き方ももちろん変わってきてます。女性が働くっていうのももちろんありますし、働き方もいろいろありますよね。で、そういう昔みたいにお父さんが稼いでお母さんが家にいてっていうモデルはもうだいぶ変わってきている。で、それからあとはこの辺言語とか文化も地域によっては多国籍だったりとか、あと帰国される方がいらっしゃったりとか、いろいろな文化の背景も変わってきているんですね。
で、まあ、社会通念も変わってますし、そして法律、先ほどの個人情報保護法もそうですけど、法律も変わっている。つまり取り巻く状況がどんどん変わってきている。で、昔ももちろん多様化っていうのはあったんでしょうけど、やっぱり多数派が支配的だったので、そういったことをそこまで考えなくてもよかったけど、やっぱりそれが変わってきていて、これを考えなきゃいけないのに、既存の仕組みを維持するだけで結構精一杯なんですね。その去年やってきたあのプリント作りをもう一回やらなきゃとか、あの総会の準備をいつまでしなきゃとか、そういったものに大変追い立てられるので、まあ、これをやりながら新しい世界にどうやって対応していくか、ここの歪みがいろんなところに来ていて、まあ、結局それがその入る入らないだとか、そういったところにやっぱり不満として噴出してきている。でそれがインターネットを通じて広まっていくっていうのが現状の状態なのかなと思っています。で、これを解決するために、あの、まあ、まさにこの Code for PTA っていうところ場でこれを話したかったのは、何が必要か。で、私まず考える1個目、皆さんこの中でお子さんが、まあ、学校とか幼稚園保育園に通ってらっしゃるとかっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいます。その中でじゃあその PTA 保護者活動に積極的に参加しているという方、あ、結構、あ、これはすごいですね素晴らしい素晴らしい。これを全国のなんか小学校中学校幼稚園保育園全てでこういう割合にしたいんですよ。あのやっぱり自分がこう何か例えば業務を改善しよう、あのスプレッドシートを使って少し管理しましょうといったところで、やっぱりお母さん方からの反対ってすごく強いんですね。いや分かりません、そういう新しいことはしないでください会長とかっていうのをすごい言われて、で、あの、まあ、これでそうなると参加する側も IT をやってる人たちが参加しづらい雰囲気が入ったって、やっぱり反対されるよねとか、なんかあの人ちょっと新しいから排除されるんじゃないかと思っちゃったり、その入りにくさが生じて、この鳥と卵の問題がどうしても生じている。でこれがあの変わっていって、どんどん ICT を、扱える人がどんどん参加していくっていうのはまずは大事なのかなと。でその上で、お金もやっぱりきっちりと使っていかないといけないので、そのインフラ、例えば Wi-Fi を入れるにしてもお金かかります。メール配信にしてもお金がかかります。まあ、そういったものをその、どうやって予算化して作っていくかとか、まあ、それからサービス、その先ほどあったグループウェアとかも、あれもまあもちろん無料で使えれば一番いいんですけど、まあ、多少はやっぱりお金がかかったりしますので、まあ、そこをいかにあのちゃんと予算化して承認を取って実行していくかということが大事になるんだろう。で、まあそれを最後実行するというところで、まあ、さっき言ったその PTA はあのどうしても人が入れ替わるので継続的にやらなきゃいけないですね。だから来年本当に自分ができたとしても来年これを引き継いでくれる人はいるのかいないのかとかっていうのは常に不安に思いながらやっていかないといけないんですけど、まあそうならないようにあのきっちり と、新しい人を入れてそれが引き継げるっていう仕組み、まあ、その仕組みの一つが先ほど中村さんおっしゃったあの推薦委員の少し改革だとか、まあ、そういったものがあると思うんですけど、まあ、そういった仕組み作りあのを雰囲気とお金と仕組みの、改革をこれからしていかなきゃいけないんじゃないかな、まあ、そこにこう皆さんがいろんな議論ができたらいいなと思っております。以上です。どうもありがとうございます。続きまして、あの林さんの方からお願いします。今しばらくお待ちください。こういう細かいところにもあのリテラシーの高さを感じていただくそういう人が古いのをどう対応していくかっていう
物語です。はい、じゃあ見事スタート。はい、皆さんこんにちは。林と申します。元 PTA 会長です。ですので私は電子化に取り組んだ元会長がこれから PTA を担っていく皆さんに勝手に電子化の申し送り事項を作ってみました。まず自己紹介なんですけれども、一応私デジタルトランスフォーマーを名乗れると思います。コード法的に見ると80年代に PC をいじって、まあ、ベーシックとか DTM の走りとかドッターとか好きでやってたんですけど、90年代は化学者になろうとしていて、だけどコンピューター得意だったんで今でいうプロボノ的に学術情報の電子化のお手伝いをしてたら、それをそのまま仕事にして科学研究やめて、いわゆる学会の電子ジャーナル開発をしてきた人間です。しかもですね、それがまあ2005年ぐらいからさらに電子化じゃなくって、そのまま今でいうデジタルトランスフォーメーションって日経が推してますけれど、まあ、ただ電子化するんじゃなくってその元の本質のサービスを根本から変えるっていうことの重要性に、まあ、経験で気づくことができて、科学と科学者の変容ということで、ちょっとまあこの話でいつも60分ぐらい話すんですが、オープンサイエンスとか研究データの共有、ガバメントオープンデータとはまた違う法的資金を投入した、研究成果をどうやって効率よくシェアをしてイノベーションにつなげるかっていう政策づくりをやっているのが私の本職です。でですね、でまあ、それ今日お話しするのはその時に得られた知見を PTA に、まあ、ちょっと活用したら、まあ、こんなところまで来ましたっていう話なんですけれども、実はそれを狙って PTA になったわけではなくって、先ほどありましたように PTA ってなんかやったら損みたいな流れの中でですね、まあ、神さんが本部役員をやらないといけないように追い込まれて、で男性副会長だったら楽だからあなたやってくんないって言われて、人見悟空で副会長を1年やったらそのまま会長を4年やって、会長の4年目には江東区にある44校の PTA 会長の会長まで結果的にやるという人間、やったという人間でございます。でですね、まあ、PTA でやったことなんですけれども、まあ、運動会の支援とかお祭りの運営とか餅つきとか、まあ、行事運営やりながらですね、仕事の知見を援用したんですけど、別に大したことやってなくてですね、まあ、いわゆる見える化と情報の見える化と共有でコミュニケーションを促進して、まあ楽々連絡網とか Google Docs とかもそこにあるのを使えるものをどんどん使いましょう、あるいは区がなんか不審者情報とか流す一斉メールっていうもののサービスあるんだけど、それの頻度がすごい使われる頻度が低いので、その運用ルールをよく読むと校長が判断すればいつ送ってもいいっていう条項があったので、それをうまく使ってお金を全くかけずに運動会の情報とかその手の情報を流すというような、まあ、そういうこうちょっと知恵を絞った電子化をやりました。で、まあ、そこをベースにあるのは要するにコンピューテーショナルシンキングを踏まえてプロマネをするということと、あとモチベーション形成ですね。先ほどもありましたけど、その電子化したいっていう人が保護者の中にいても主級派とぶつかるんです。うちの場合は副校長先生が紙大好き人間だったんで、そのバトルが始まったので、なぜか私は本当は電子化したいんです。それを仲裁する役とか、まあ、むしろ そっちの方を大事にやった人間です。あともう一つはですね、どうせやるなら楽しくやりましょうよ、その背中を子供は見ていますって言ったら、それをスピーチで必ず言うようにしたら一応本部役員が立候補で全部埋まるようになりました。まあ、そういうモチベーション形成をしながら電子化もやると。でもあとこれコードフォー PT で大事だと思うんですけど、レガシーへのリスペクトもすごく大事にしました。紙、冊子で、いろいろお便りとか情報を送るんですけれども、それを全部やめるってことは やりませんでした。あるいは広報誌のウェブ化なんていうのをやってるところもあったんですけど、うちの学校はまだちょっと早いっていうことで、物で渡さないとお母さんやお父さんと子供のコミュニケーションが生まれないみたいなこともありうるので、その辺は皆さんの学校の環境に応じて、その古いもの一見古いものもその古くも残ってるにはその理由があるので、その理由をリスペクトしてから電子化するっていう、それが大事だということですね。でまだ途中ですけれど、途中で皆さんに渡したいんですけど、要は今ある PTA にあるサービスを電子化して、その電子化を
サービスを拡張するまではいいんですけど、その先に未来はなくって、もともとやりたかったことは何なのって振り返って、こっち側からデジタルネイティブにツールやサービスを作らなければいけない。これがだからコードコピーティーでやるべきことだと思います。例えばで、これは単なる電子化の例なんですけど、その45校の連合会長のただ単に名簿作ってですね、会長会に出席しますか、緑ポロって統一する T シャツのサイズは何ですかっていうのを全部見えるようにしただけなんですけれど、これで何が起きたかっていうと、45校もあると地域バラバラだから没交渉の学校とかたくさんあるんですけれど、これを見るとですね、隣が見えてコミュニケーションが進んで、だいたい全体会長会ってこの44に集まる会の後に飲み会をやっても、みんなそれぞれ地域の方に戻って飲み会やってたんですけれど、これをやるようにやって、で懇親会の出欠も取るようにしたら、もう全員が集まるようになって、それで情報交流が進んだ。ちょっとしたことをやるだけでも PTA は今十分変わりうるという状況でございます。あとそれからその Code for PTA で PTA の電子化っていうと、やっぱりスケールアウト、スケールアップとか共通化とかあると思うんですけど、なかなか難しいっていうことも連合会長で実感しました。実はその東京都の教育イベントで豊洲とか人口が増えている地域で PTA 活動どうやってんのって話をしてくれてる時、ちょっと歴史調べたらですね、まあ結局まあちょっとそれを中身ちょっとお話できないんですけども、まあ、一つとして同じ PTA は存在しなくて、その地域の発達に応じて発展する歴史を繰り返していることとか、別にですね、PTA の問題ってもう PTA 第1回協議会っていうやつの、活動報告見たら PTA の存在意義とは何かみたいなもんって、昔から実はこの問題っていうのは問われ続けているっていうことが分かりました。でやってみるとやってみるまで分かんないんですけれど、池内さんが冒頭おっしゃった教育ママの活動とか全然関係なくて、むしろ地域と学校と保護者が子どもたちにどう向き合っていくかっていう活動が PTA 活動の本質であるという、それを前年踏襲でやればとりあえずお役目終わって卒業できるって保護者が増えると PTA って何なのみたいな話にまあなっちゃうわけなんですね。でという感じでPTA を取り巻くようにすごい複合的で、例えば保護者世帯のカラーで、僕はマンションのカラーで色濃く影響を受けます。タワー型マンションが多いとですね、やっぱ上にあんまりネガティブなこと言ってないですけど、上に住んでる人が先生にきつく当たって先生が不登校になっちゃうとかですね、そのもうちょっと、モデレートで言うと、やっぱマンションのその価格帯がだいたいその世帯の収入を代理変数になると、教育もそこでだいたいの規模が見えるとかありますし、あるいは全然違うベクトルで世代の差でやっぱガラケーからスマホに変わるとか LINE になれるとか、今スラックまで行こうとしてるけどなかなかついていけないとかいう話もあります。それから学校の課題も先ほど言いましたけど、副校長先生がやっぱり実は校長先生よりも副校長先生の方が実務としては PTA のコミュニケーション多いので、そのカラーとどう付き合うかとか、あと地域ですね。私のいる学校は幸い町会1個でよかったんですけれど、近隣の、小学校は町会が17校あって、PTA 会長変わるときにその町会の会長に1人ずつご挨拶をして回らないと会長になれないなんて、そんなところもあったりとか あります。で当然ですがボランティアベースなので PTA 会長っても何の権限もなくて、 PTA 会長はとにかく謝って回ることっていうのが、お母さん方の間で謝るのが一番大事な仕事とも言われています。ということで、こういう複合性から考えるとですね、ステークホルダーの IT リテラシーを平準化するっていうのも難しいですし、スケールメリットを生かそうと思ってもなかなか難しい。だからデジタルトランスフォーメーションまではまだまだちょっと電子化をまずやって、そこからやるという話になる。だけど実は一ついいことがあって、期間限定なんですよ。一人の人がずっと居座ることができない。小学校6年生のお子さんが卒業したら会員は終わりです。これは何を意味するかというと、世代交代が構造的に進む。これをメリットと考えれば、まあ、伸びしろはいっぱいあるんじゃないかというふうに、まあ、考えるべきだと思うわけです。ということで、Code for PTA の本質っていうのは、まあ、今 PTA の電子化まで私やりましたけれど、その電子化は本質的ではなくてですね、その役割ですね、本来果たすべき役割をデジタルネイティブにこれから最適化していく、そのためのツールとは何か、そのためのサービスとは何かって考えるべきで、
そのために置かれた環境要因を踏まえた全体最適化のデザインをもとに世代の交代を見越した、やっぱり世代が変わればツールの慣れも全然変わるので、タイミングがすごい重要ですね。タイミングの良いサービス導入が求められると思います。でこれからの PTA のデジタルトランスフォーメーションによって、子どもたちのための保護者、学校、地域の新しい姿が生まれることを期待して、元会長としての申し送り事項とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。せっかくですので、どういう形で進めたらいいのかちょっと分かんないですけども、質疑応答っていうか、何か質問でもいいですし、ご意見でもいいですので、フロアの方から何かいただければありがたいなと思うんですけど。嫌いって人はかなり減ったかなと思うんですけど、それでもこう、なんていうか、その LINE よりもう一段先のツールの活用を、お母さんたちに分かってもらうので、まあ、どんなことをやったら、機運があるかなっていうことで、なんか、いいものがあったら教えていただきたいと思います。お願いします。どうですか？スマホはの普及率はやっぱりすごい高いなと思っていて、私自身会長になって一つのメリットをもう一個感じる挙げるとすれば、かなり LINE の、スキルが上がったなと。どういう時にどういうこうスタンプっていうんですかね、あれをこう送るかとか、まあ、そういうのはやっぱりかなりこうスキルが上がったのは、まあ、例えばその子供とのコミュニケーションだったりとか、まあ、そういうのにも結びつくかなと思うので、そういう意味では LINE はすごいやっぱり活用してるんですけども、ただやっぱり一方であるのは LINE 止まりってあったと思うんですけど、基本的にはスマホでできることっていうのはなんか情報を受け取ったりするだけで、逆にこうパソコンでやるような表計算だったりとかプログラミングだったりとか、そういうのって、ね、やっぱりスマホじゃできないっていう部分があって、やっぱり逆にパソコンを使うスキルが下がってるっていうところがやっぱり一番大きくて、そこは逆にこうデジタルトランスフォーメーションみたいなことを考えていくときには逆に弊害になってる部分もあるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ご指摘の点は非常に悩ましい問題で、答えがないというかプレゼンの繰り返しにもなるんですけど、やっぱその置かれている学校の例えば本部役員さんのやっぱり一番下といったら失礼なんですけど、やっぱりその誰でも使えるところのツールでやっぱ整えざるを得ないっていう状況があるかと思います。で、私の時はまだガラケーの人がいらっしゃったので、それを LINE の前にまずスマホというか Google の Gmail が使えるようにするっていうところからがまず一つの転換点で、その後は LINE が来て、で、さっきちらっと申し上げたスラックまで行こうとされているところもあるけれど、やっぱりなかなかそこまで統一的に受けるのは難しいというところがあります。ただ、局所的な事例で、もう10年以上ですね、ミクシーのクローンを、サーバーに導入して、もう PTA 会員がそのミクシークローンの中の会員としてコミュニケーションを取るっていうのを PTA を立ち上げた、やっぱ新しい学校だと新しいことをやりやすいんですけど、まあ、そういう形でもうプラットフォーム化してやってるところもあります。ですので、まあ、これが皆さんの学校にそのまま当てはまるかどうかは何べんも申し上げますが、いろんな環境要因を踏まえて、決めることなんだろうなと思っています。私もですね、スラックが一番いいと思っています。ただ緑区のクピーレの方でですね、
あっちの一番端の池内さんがスラックに招待してくれたんですね。で、私はスラックを会社で使ってたことがあるので使いこなせるんですけど、他の3人の方も招待したんですけど入ってこなかったですよね。だからちょっとの世代が上の方だと40代後半の方であんまりそういうのをやったことない方だと使いこなせなくって、逆に大変なことになってしまうので、本当はスラックでその時の何でしょうか、カテゴリー分けができたら一番いいんですけど、今はもう LINE で仕方なくこの話いつしたっけってずっとずっと前に戻って探してるっていう感じそれが現状です。ちょっと変えていきたいなと思うので、PTA でよく PTA で使えるツールを作りましたみたいな、たまに Facebook で広告みたいに流れてくるんですけど、まだそれ使ったことないですけど、なんかぜひすごいいいのがあったら作ってほしいなとは思ってます。大体皆さんおっしゃった通りなのです。で、先ほどあったように一番下にやっぱり合わせざるを得ない、先進的なことができる人はいても、私の場合だと役員10人ぐらいいて、たった1人 LINE をやりたくない、絶対やりたくないという人がいて、そうするともう LINE グループできないんですよね。まあそういったやっぱりそこの底上げというかがすごくキーになってくるのかな。まあ一つはエデュケーションというか使えるようにみんながするっていう社会の力も必要ですし、まあそうですね、あとはその共通のプラットフォームみたいなものが今やっぱなくて、まあどちらかというとゲリラ戦各校で一生懸命仕組みを作ってバラバラにやってるんですけど、まあ、それを連携するような動きが出てきたらいいのかなというふうに思っています。私も昔 PTA 会社やったことがあります。林さんに今日は招待していただいてきたんですけども、その電子化とかツールの話もあるんですけども、ぜひ皆さんが PTA 会長だということなので伺いたいことがあって、お話にあったプリンシパルとエージェントの話にもつながるんですが、どうしても PTA って学校のために先生のためにお手伝いする側面があると思うんですけど、そうではなくて、まあ、ぜひいい例と悪い例を一つずつ挙げていただきたいんですね。その学校の言いなりになってお手伝いに終始してしまった例と、もう一つはできれば PTA から能動的に企画して立ち上げた何か、ほんの些細なことでもいいんですけど、そういう取り組みがあったんであればぜひそれも伺いたいなと。そっちの元気の出る話がないと続けていけないと思うので、ぜひそういう例があれば教えてください。ありがとうございました。そういうこう本当に保護者起点で何か新しい取り組みをやられたことがあるかとか、そういった質問だと思うんですけど、何か。ものすごい些細な話なんですけど、親子で一緒に何かできるイベントっていうのが PTA で主催できたらいいなと思ってまして、毎年夏休みに親子木工教室っていうのをやってるんですけど、夏休みなのでなかなか参加者がそんなにたくさんいないんですね。なのでしかも男の子が多いので女の子も参加できるようなイベントって言うとお料理かなって思いまして、去年からですね親子ふれあいクッキングスクールというのを始めました。年に1回だけなんですけど、そういった PTA に入ってるとなんかイベントあるからいいよねって思ってもらえると、まあ、PTA 辞めたいとかそういう人が少しでも減るかなと思いまして、うちの学校には辞めたい人はいませんけれども、そんな風に楽しくできる PTA に入ってるから出れるイベントがあるみたいな感じに持っていきたくて去年からやってみています。あとはそれはプラスな方ですけど、マイナスな面っていうのはそんなになくて、うちの学校では、まあ、はっきり言って PTA って何のためにやってんのってこの間話し合ったんですけど、まあ、学校の先生のお手伝いって感じだよねみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、それでも学校の手伝いをするっていうのが楽しくやれてる人が今の本部のメンバーにいて、で校長先生とか副校長先生もすごいいい人でいつもありがとうって言ってくれるので、気持ちよくやってまして、マイナスっていうところはないんじゃないかなと思います。以上です。私の経験で一つお話しすると、一つはその、まあ、学校のためにっていう例で運動会の、まあ、昔は校庭開放してみんな来てねっていう感じ、最近やっぱそれもやっぱり安全上の問題もあったりして、
まあ、ガードマンを雇わなきゃいけないと。でその雇うためのお金ってなぜか行政からは出ていなくて、まあ、これは結局 PTA からじゃあ出しましょうということで出しているんですね。まあ、それはちょっと学校のためにしているなという例なんですけど、同時に、学校その運動会ってあの皆さんあると思うんですけど、あの運動会の前の日朝から並んだりとか、もう下手したら前の夜から徹夜して並んだりとか、そういうその場所取りのためですね。で、まあ、それを少しでも改善するために、まあ、先生方とお話しして、あのちょっとじゃあここの学校の設備ここら辺使わせていただけませんかとか、まあ、その分ちょっと警備増えちゃうんでお金少し上がったりするんですけど、まあ、それはしょうがないと。とか、まあ、そのお互いに知恵を出しながら、少しその、まあ、行列を改善するための結構建設的なお話し合いがその校長先生、副校長先生とできたりしたんですね。まあ、なので、まあ、それは災い転じてというか、もともとそういった負担はあったんですけれども、逆にじゃあより良くしていくためにどうしようというのをうまく使えたのかなというふうに、まあ、そういった形でやっぱり双方向にあのアイデアもしくはリソースを出し合って改善していくのが積み重なったらいいなというふうに思っています。私からはあの他校の例で恐縮なんですけれども、震災の後に体育館にお泊まりをするというイベントを PTA が主導して、学校の当然体育館を使うので学校の協力を得ながらやっていったっていう例は非常にあの時期を得た活動だったなと思っています。で、その例、そうですね、それを毎年や、実は毎年やってないんですよね。毎年やろうと思うとやっぱり日々の活動のどこかを削らないとただでさえ負担感のある PTA 活動にっていうことになるので、そこのコントロールが難しいんだと思います。ですので私の代でやった仕事の一つは、文化委員会と、母体委員会っていう、まあ、運動会のお手伝いやスポーツの応援をする委員会と、あと文化委員会で講演会をやったりとかする委員会があったんですけども、その活動をまあ事実上統合して1個委員会を減らしてとかいうことをやっぱりセットでやっぱりやらざるを得ない、やらざるを得ないっていうとちょっと否定的なんですけど、やっぱり 前からやってるから やるっていう意味はなくてですね、その長くなって恐縮ですけれども、あの講演会っていうのも平日の午後にあの立派な先生とかすごくあの教育的に本当にタオル持っていかないと大変な映画とかを流すんですよ、いいの。だけど今はやっぱり共働き世帯でうちの学校もお母さんの半分以上が働いてると平日の午後にやっても人来ないんですよ。だからそれをいつまでやるんだっていう話がやっぱあって、それはそれでちゃんとしっかりいい意味でリストラをやっぱりやるっていう、そういうことを言わないのも重要とか、そういうことだと。ありがとうございます。今のいい意味でのリストラをするのが重要という話で、まあ、あのおそらく辞めた方がいいだろうとみんなが思っていることを辞めるときは、その、カピティア会長 その意思決定で辞めるのか、それともなんか合意形成みたいなものが必要なのかで、もし合意形成が必要だとすれば、それを、まあ、何らかのツールで支援するとしたらどういう可能性があるかというのをちょっとお聞きしたいです。ほとんどの学校が実行委員会形式を取っていて、そこでの決議もしくは一番上は総会でっていう、やっぱり合意形成、会長の独断で決めれるっていうところは多分私が聞いてる限りほとんどないと思われます。ですのでその合意形成に持っていくまで、繰り返しなさい、会長って何の権限もない人なのでむしろマーケットを正しく見て、あ、今ならこれを通せるなっていうのをつかみ取る、自分がなんかグイグイこうするんじゃなくて、あ、もうあの文化の人たちもあんなに頑張ってるのにかわいそうだよねっていうところから引き出してやっていくみたいな、そういうちょっと仕事のね、あれプログラムとはちょっと違ったあれがあのシチュエーションが必要なのかと思います。ありがとうございます。なんか時間もかなり限られてきててあのなんですけども、ぜひあのコードフォー PTA って何かできることあるかどうかそのなんかヒントみたいなものなんかちょっといただけると。え？マジっすか。あ、すみません、株式会社学校の山田と申しますけど、ありがとうございました。ヒントですね。あの、いや、僕は弊社あの不審者情報を公開するサービスを運営していることもあって、PTA さんがよく、
活動していらっしゃる安全パトロールに非常に関心があります。で、というのも安全パトロール自体をこう PTA でやった情報がもうすごくアナログ、まさにレガシーな状態で紙でこう配って通っている親御さん内だけの情報共有で終わってしまっているってすごくもったいないなと思っていて、まあ、本当は言えばうちに投稿してほしいというのは本当の気持ちなんですけど、まあ、それはいいとしても、なんかもう少しこうデジタル化して、例えば最低 Google マップ使うとか、なんかこうそういうような形でやったりしたらもっと、やりやすいし、皆さんもどこの場所が危ないかっていうのも認識しやすくなるんじゃないのかななんて、そこはまさに ICT とかで解決できないのかなとか考えたりしてるんですけど、実際皆さんのその学校とかでこうそういったパトロールに関してそういう ICT の活用とかをされている事例とかはあったりするんでしょうか。はい、うちはや ICT は全然活用してなくて、必ず毎日1回校内パトロールっていうのを誰かしらやる形になってるんですけども、それの負担が大きいからやめてくれっていうクレームはいっぱい来ます平和なんですよね。だから何かあるとやっときゃよかったなってっていうのがやっぱりパトロールで、普段平和な時にやっても何もなかったねっていうのを確認して終わるっていうのが結構多いかなというイメージですね。いますか ICT の活用。直接の答えじゃなくてむしろ顕在化しているニーズなんですけれど、江東区でやっぱ事件とか発生した時にですね、校長経由の情報が実は地域によって全然伝達の内容やスピードがバラバラで、それがいつも問題になっています。だから逆に、で教育委員会の方の、まあ、現状を考えた時にそっちをデジタルトランスフォーメーションするのを待つよりも、こっちの保護者側の方でそういう情報がどっかでただちゃんと裏の取れた情報が出た時に速やかに伝わるようなプラットフォームというか、なんかそういうツールの手段を考えるっていうのがこの Code for PTA の一つのアイデアになるなと、いただいた質問に答えるんじゃなくてそれをアイデアにつなぐっていう形にちょっとお答えしたかと思います。ありがとうございます。ではお願いします。質問ではなくて、まあ、ちょっとその Code for PTA に向けての意見になるんですけど、私今、目黒区で区議会議員やっていて、で、PTA 活動も役員にはならないでほしいって言われてるので、なるべく重たい委員会の、リーダーを務めてるんですけど、PTA の方と、あとやっぱり学校の方も一緒に ICT 化を進めないと、例えば校長先生にやっぱり電話とか、あとやっぱりお手紙渡しに直接昼間の学校に行かなきゃいけないとかも結構苦痛で、で、その一方でやっぱり、私も学校の ICT 化進めてほしい、で PTA 会長には ICT 化進めてほしいって両方に言ってはいるんですけど、やっぱりじわ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 その PTA からの学校への要望、例えば今回だともう PTA 連合会から、予算要望を出した時に ICT 支援員学校に増やしてくださいとか、あとは今回やっぱ台風15号があったので、やっぱりそのリアルタイムでのその登下校の情報発信やってくださいって言った時に、なんとなくなんですけど LINE での発信を学校が始めるかもなみたいな今機運が来ていて、昔だとファックスって必ず PTA とか学校に入ったらつけてた時代があったと思うんですけど、それが今度はやっぱりスマホで LINE がないと学校からのリアルタイム情報が入ってこないっていう状況に多分これからなっていくと思うので、まあこう PTA からもやっぱこうやっぱリアルタイム情報をくださいって、今時メール見ないのでやっぱり見守りメールって目黒区は使ってますけど、メールじゃなくても LINE ですよねとか、そういうこうなんだろう、 PTA からも押してもらって、で議会からも押していくので、そういったその、まあ、ある種政策的な部分になってしまうかもなんですけど、そういった PTA 連合会ってそれなりに力があるので推し進めてもらいたいなと思います。ありがとうございます。そういう意味では安全安心情報という意味ではうちは見守る目という東急のサービスを使っていて、まあ、それが各保護者、学校から保護者への連絡手段にもなっているというところで、まあ、それを LINE に置き換えていった方がより良いという部分は確かにあるかなというふうに思いますし、まあ、あと一つ最後に思ったのは、まあ、そういう意味では各校でそれぞれ取り組みがあると思うんですけれども、それをまあ共有するだけでもこういう事例があったからこれ使ってうちでも導入してみようとか、そういう、こう取り組みをこう横で共有して
さらに発展させていくっていうか、そういうプラットフォームみたいなものが、あの本来はニッピーとかシピーとかの役割ではあると思うんですけれども、そういうものを、まあ、もう少し草の根レベルであのデジタルプラットフォーム上でやっていくという取り組みが一つあり得るのかなというのを私は感じました。まあ、もう終了ということなんですけれども、何かあの一言最後感想でもあれば大丈夫ですかということですね。今あのこの場に先ほど鈴木さんの質問で、あの ICT も分かり、それであの学校にも教育にも関心があるっていう人が、で実際に会長やってるっていう人がこんだけいるんだなっていうことが分かっただけで、私は非常にこうあの勇気をいただけるセッションになりました。あの拙いあのセッションの進行ではありましたけれども、あの参加していただきましてありがとうございました。